きましたね。あ、そう、すごいちょっとやっぱり夏っぽくなって。お客さんも多いです。だいぶ、はい。あ、よかったですね。増えました。よし、分かったね、だいぶ。素晴らしいね。忙しいさなかの間ですからね、よく思いましたよ。それで十分です。あ、分かってきてる、分かってきてる。かっこよくなりましたね、結び方も。はい、それです。ギュッと下を上にして。そうです。うまい、うまい、うまい。もう完璧ですよ。うん。うまくなりましたね。そして、これは軽くていいんです。帯はね、ほとんど締めなくていいんです。あの、暇があったんですよね。はい、あの、紐で締めて、帯はこうなっても構わないんで、はい、あの、ここを締めすぎない。こういうふうにきちんとかっこよくする。それで、セーフしてました。紐で締めるんで。ここではい、そして、袴台で。その前に、はい、上げましょうかね。あ、これですね。はい。そして、真ん中ですよ。ここです。あ、そうですね。どうやった？ここの真ん中。あ、ここの真ん中。ここの真ん中。そうですね。さあ、真ん中を取って、お、上から帯になってます。そう、そこにです。そうです、そうです。一人じゃなくて、よくやってますか。それでいいです。それでいいです。はい、それで十分です。それです、そうです。そうです。これだけの時はもう大丈夫。で、これを入れて、それから袴を履きましょう。はい。はい、その前に袴台ありましたか。はい、袴台。はい。はい、まずこれを先に袴台。で、二方平次やって袴台。袴台。そう。そしたら、あの、これがここに入ったら、余計にあの、さっき上げたやつを押さえるんで、抜けなくなります。はい、そしてそれです。大丈夫だったね。今度、はい、この辺で。ちょうどこの上で。そう。そして、できます。最初は難しいんでね、あの、ずれたら後直せばいい。そこで、その下を通る。いいですね。そしてこのちょうどここの、はい、ここありますね、はい、ここの下側ここで折り込んでこのまま後ろに持っていって、これはただ後ろで結ぶだけ。ただしこれちょっと勢いありますけど、これここが一番大事で、はい、これをきちっと強く締めとかないとダメ。なかなかこれが自分でできないんでね。ここがね、これをいかにきちっと締めるかが決まってくる。袴が。ちょうどこのベルトのような。ここで締まっちゃえばもう大丈夫。そう、ベルトの感じ。下と上。そして、これを挟みますね。わかりますね。はい。これを間にこう、ギュッと入れちゃいますよね。はい。そしてこれを前から。あの、この変な、はい、あのプラチックの白いような。はい。そうです。そうです。これは下から。この下から。そう。で、そこで結ぶ。あ、この下。下で結ぶ。下のやつで結ぶ。そうですよ。はい。かっこいいです。そうです。いや、ダメ。全部二人で一緒に取る。この場合は、こうなったら、これをこう取るんで、はい、こういきましょう。そして、下から全部取っちゃう。下から取れば全部、一回でも止まります。そう。そして、これを折っていきましたね。はい、折っていきましたね。そしてこう半分残しておいて、
半分残しといて、これを、はい、こうか、これ逆になっちゃったな。で、こっち側に、今日反対になりましたね。あ、ちょっと待って、変でしたね。私が間違えましたね。こう切って、こう切って、こう切って、こうですね。ごめんなさい。こうで、こうして、こっちに抜けて、これで、完成なんですけど、大体できます？大丈夫？もう一回やります。はい、なっちゃった。これが今回、下から、もろとも結んで。はい、そうです。下からもろとも結んで。そうです。ここもこうなりますよね。はい。で、こっち側の、下側のやつを回していく。ちょっと余らせ。そうそうそう、で上からそうそう、うまい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 ましたね。そして下から取って、だいぶ分かったね。下から取って、うん、で全部引き上げて、全部で引き抜いて、でキュッと締めて、それです、それです、でこれです、これでです。でこの下側の方に入れて、だん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 分かってきますんで、今は分かる人ないんで、だん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 分かってきます。本番は、10月は僕がやります。袴も僕が全部用意しますんで、私の袴でやりますんで。はい、これは持ってきたんですか？あれ？これ、上の。一応、黒紋付きでやるんで、ぴったしですもんね。はい、もう上はそれでいきましょう。はい、で下の袴は、僕の袴でやるかもしれませんので、ちょっと考えていきます。はい、はい、仙台ピラじゃなくて、もっとこう、はい、ガーッと、違うやつの方がいいかもしれませんので、はい、それは僕考えておきます。ありがとうございます。はい、十分です。とてもいいです。それでは、はい、やりましょうか。はい。